はい、本日はですね、こちらパタゴニアのバーキンズショーツをですね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら2022年今年からですね、えらい仕様変わりました。何十年、30年、20年と変わらへんかったパタゴニアのあのバーキンズショーツがですよ、とうとう今年えらい変わったということでね、そちらのデザイン変更したのがこちらありますので、ご紹介していこうと思います。先日ね、オレンジっていうアウトドアショップで購入させていただいたんですけども、ここからこっち側はね、古いタイプになってて、昨年とかのモデルで、この辺がね、新しいモデルになってますので、じゃあどう変わっていったんかっていうところをね、お話しさせていただこうと思いますので、本日の流れとしてですね、まずはパタゴニアのこの新作のバギーズショーツのデザインの変更であったりとか、仕様の変更、そして履き心地はどう変わったのかっていうところをね、見ていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まず最初に見ていただきましょう。この古いのはちょっと履けましょうかね。ザッと履けていって、新しいのがね、こちら4着になっております。で、まず皆さんが気になるのっていうのはデザインの変更ですよね。何がどう変わったんかっていうところを見てもらいたいなと思うんですけど、じゃあまず見てもらいましょう。こちらズドンということでね、結構比較的薄めの色になってて、去年出てたね、このマンゴーっていう色味をさらにこう薄くした感じの色味がね、今年出てましたね。で、まあこれに関しては何が変わったんって言ったら、実はこれね、変わっておりません。これは変わってないバージョンなんですけども、変わってるバージョンもあるんですよ。だから全部が全部変わったわけじゃなくて、変わったバージョンもあってね、変わったバージョンは何変わったんって言うと、じゃあこれ見てもらいましょう。ズドンということで、これ見て気づく方入れてます？特に変わってないなと思うかもしれないですけどね。あ、はいはいはい、変わったねっていうことやと思うんですけど、ここのロゴね、なんかね、グレートパシフィックアイロンワークスなんて書いてんの、これ意味わからへんやないかって、これ英語得意な方あったらね、教えてほしいんですけど、今まではこのパタゴニアの P6 ロゴ、これ P6 ロゴって言うんですけどね、このロゴが配置されてて、もうずーっと出てたんですよ。1970年とか80年からずーっと出てて、僕と同じ岡サーファーの方知ってるでしょ、みんなこれ入ってましたよね。ここにパタゴニアっていうロゴ入ってるバギーズショーツ、みんな岡サーファーはね、履いてサーフボードだけ抱えて海眺めてるんですよ。やけど今年からね、このグレートパシフィックアイロンパークスというね、ワックスというのが出てきたんですよね。で、これがこの黄色とこの青の2色だけ出てきたんですよ。はいはいはいと。で、この青の方に関してはちょっとまた仕様違うんですよね。これ青の方なんて書いてます？ Made with Recycled Fishing Nets って書いてあるんですけど、直訳していきましょう。船のリサイクルされたやつで作りましたよっていうことでね、ご丁寧に変更点をワッペンにしていただいてるというね、ちょっと変わった仕様にはなってるんですけども、黄色の場合はこのグレートバージョンでしょ。で、青の場合はこのリサイクルフィッシングバージョンになってるんですよ。で、それ以外のモデルっていうのは全てこの P6 ロゴバージョンなんで、あんまりこれは変わってないんですけども、唯一この2色だけロゴが変わってるっていうのと、あとカラーリングも新しいのが出てきました。そう、こちらズドンバイカラーということで、このこっち側だけで見てたらね、あ、オレンジ履いてんのかなと思ったらね、次こっち側で見たらね、あれ、ネイビー履いてんのかなっていうことで、まずこっちの方で近寄っていって女の子ナンパしますよね。で、振られたとします。うわ、全然無視されたやんと思ったら、次は引いてですね、1時間後ぐらいにこっち側でナンパしに行くんですね。ほんなら別人が来たということで、もしかしたら赤の方が映えたら無視せんとお話ししてもらえるかもしれんということで、そういった使い方をね、パタゴニアはしてくださいって言ったかどうかは知りませんけども、そういった使い方もできるんじゃないかと。後ろもね、変わってますので、こう半身の後ろでこう近づいていって、オレンジバージョンで近づいていって無視されたら、次はね、ネイビーバージョンでこう近づいていくっていうという声のかけ方もできるというのが新しいこのバイカラーになっております。まあ一回ちょっと着用してみましょうか。そのためにね、カメラ今回3アングルでご用意します。こちらこちらこちらということでね、下のバージョンもありますので、お送りしていきます。まずはバイカラーから履いていきます。はい、こちらズドンと履いてみたんですけどもね、いかがですかね。まだちょっとね、僕は半ズボン全然履いてへんから全然焼けてないんですけど、まあ日焼けしていったらね、まあまあまあ半ズボンっぽい感じには似合ってくるとは思うかなって、まあ自分で言うのもあれなんですけど、まあそんな感じはあるんですけど、まあさっき言った感じですね。こうやって立っといて、あ、お姉さんお姉さんすいませんって言ってね、声かけて、あ、無視されたと思ったら、こっちが大人バージョンでね、ネイビーのクラシックバージョン、すいませんお姉さんお姉さんっていう感じなんですが、このバイカラーに関しては今僕が履いてるやつだけなんですよ。だから黄色と緑のバイカラーとかそんなんはなくて、オレンジとネイビーのこのバイカラーしかないんですけど、まあ人気が出れば来年もね、出てくると思うんですけど、ちょっとこれどうなんやろなと。僕個人的にはあんまり好きな色味じゃないんですけども、まあもしかしたらね、ナンパメンズにはね、向いてるかもしれないんですが、そんな感じで、次はこの薄いブルーもね、履いてみましょうか。うわー、これあれやな、ちょっとチャラい感じになりそうやけど、日焼けしたりしたらね、まあまあ
間に合いそうやけども、今は全然日焼けしないからあんま似合ってないですけどね。薄くなったらねこんな感じですね。ちょっとねチャラい感じはあるけども、まあそれはそれでね良かったりするんかなってことで、次黄色履いてみましょうか。これはこれでいいですね。ちょっと大人っぽいと言われたら大人っぽいかもしれない。黄色やのになんかこうそんなに蛍光とかじゃないから、やっぱくすんでるからちょっと合いやすいっていうか合わせやすいかもしれないですね。で今僕白のね T シャツとか着てるけども、ロンティー着てるけど、黒とかでもね全然合ってくるんかなと思いますけども、黄色は意外と合わせやすそうですね。そして次がオレンジで、うわーこれは好き嫌い分かれそうやな。僕個人的にはめちゃくちゃ好きな感じのカラーリングやけども、あんまり好きじゃない人はね好きじゃないかもしれませんけども、まあ派手な感じですね。でね次ねサイズいきたいなと思うんですけど、サイズがね今履いたの全部 S サイズで履いてます。でサイズを XS から SML まで履いてる動画があるのでね、それはそのサイズの動画見てください。こっちに今出てると思いますけども、それ見ていただければ178センチで70キロぐらいでね、今とあんま変わらないんですけども、全然ねダイエットも成功しないんですがね、まあ、そういったサイズ感はね見てもらえるんかなと思うんで、サイズの違いっていうのは今回特にないんですよ。で次のね違いのとこって何かっていうと、生地感が変わったんですよね。で生地感変わったってさっきも言ってましたね、この青の時になんかメイドウィズネットのあのフィッシュネットを使いましたみたいな書いてあったんやけども、これをね使うことによって生地の分厚さがね若干変わってるんですよ。ほんまかいなと。触った感じもねちょっと気持ち分厚なってるかなぐらいで、気づかない人ほとんど多分気づかないと思うんですけど、僕みたいにこれ何個も出たのに気づかもしれんけど、ほとんど多分気づかへんぐらいの分厚さはちょっとだけ分厚くなってるかなっていう印象です。ただ履いてみてねどうなんて言われたら、履いた違いはあんま感じないんですよ。でこれがそれこそね長ズボンで足首まであるとかやったら、結構膝曲げた時あ分厚なったなとかね、座った時分厚なったなとか感じるかもしれんけど、半ズボンやからねあんまりそんな感じひんじゃ感じないんで、一応まあ生地はね分厚くなってるらしいです。でまあなんで分厚くなったんっていうとね、こう魚釣りのねマグロとか捕まえる時に網使うじゃないですか。あの網を再利用してバギーズショーツになってるらしいんですよね。だから環境にも配慮された上で作られてるということで、まあそもそもの使う生地を変えちゃったから分厚くはなってるんですけど、機能面は全く変わってません。同じポリエステル使ってるから速乾性もあるし、まあ旅行用とかでくるくるくるってこういうのね畳んでいってあげれば、これぐらいコンパクトな仕様になるので、その辺の機能面っていうのはまあほぼほぼ変わりないんですけども、まあ、気づく人は気づくけど、ほとんど気づかんやろうなっていうようなね、まあ、違いになってると思います。そしてもう一個の違いとしては、お値段です。こちらはですね、重要なねところになってくるかなと思うんですけど、じゃあいくら値段が変わりましたか。まず上がったんか下がったんか言います。上がりました。ガビーンということで、バギーズショーツは6000台に消費税で7000超えるぐらいからちょうど買いたかったんやけども、どれぐらい上がったんってことなんですか。約ですね、10% ほど値上がりしてるということで、8000円切るぐらいなんでね、7920円が税込みということになっておりますので、700円ぐらいねアップしてるんちゃうかなと思いますので、まあ、価格が少し上がったということなんで、今までは2枚3枚買おうと思ってたんやけども、畜生2枚3枚買おうと思ったら2000円ぐらい上がるんか、ちょっとやめとこうかなとかね、1枚やめとこうかなってなるかもしれないですけど、まあ、そういった価格は上がってますよと。でそれ以外の機能に関してはもうほぼほぼ変わってません。例えば速乾性があってすぐ乾くとかね、あと快適に履けるノーパンで履けますよっていうのも、この裏の方を見ていただいたらこうやってライナーがねちゃんとついておりますので、安心してノーパンで履いてくださいと。で僕はねいつもショーツになってよく言うんですけど、この隙間、太ももの隙間からねちょっと見えるのがお稲荷さんが見えるってよく言う話するんですけどね、それもちゃんとライナーがついてることによってお稲荷さんがあんま見にくい仕様になっておりますので、まあ、これはね男性にも嬉しいとこじゃないかなということで、まあ、機能に関しては変わりません。もうほぼほぼ変わらないんだけど、まあ、値段、そして素材、そして物によってはパッチというかバッチが変わったと。じゃあデメリットはどうなってるのと、これのバギーズショーツのデメリットどうなってるのというとですね、今現在まだ半ズボン履きますよね。これからどんどん半ズボンショーツを履いてくると思うんですけど、その時に他社メーカーと比べてください。例えばこうやってノースフェイスとかね、 LL ビーンとかね、ワイルドシングスとか、あとなんかこう釣りメーカーのとことかって比べた時に一点気になるのが何かというとね、これ ASAP ホープディスエルプス君っていう子がね気づいたんですけど、ポケットが深いんですよ。だからめちゃくちゃポケット深いから、エアポッツなんかこうやって鍵とかパッて入れたりしたら結構そこの方まで沈んじゃうんですよね。だからこの辺まで沈んじゃうということで、これちょっと歩いたりするとき邪魔なんですよねって言って、確かにそれすごいよく気づいたなと思ったんですけど、これはパタゴニアのね唯一のこうデメリットでもあるんですが、それもね実は理由があるんですよ。さっき見てもらったみたいに収納しようと思ったときに、右のねポケットをくるんとひっくり返してここにパンツをね収納できるんですよね。だからこの収納しようと思ったらある程度のポケットの深さがないとこうやって収納できないんですよ。で右ポケットのみこうやってワイヤーというかキー、鍵つける用のね紐がありますので、まあこういう風な感じで
収納できるということなんで、微妙なところでもあるんやけど、旅行とか行きはる方とかやったら逆にこれぐらい深さないとポケット入らないんで収納しづらいってところもあるんで、まあ一長一短なんですけどね、この辺はまあデメリットとかなと思います。でおすすめの人としてはですね、よくバギーズショーツとロングに分かれるんですよね。もうショーツに関してはスタイルよく見せたいんやったらもうショーツでいいし、いやちょっとスタイルに自信ないなと思うんやったらもうロング履いとったらそれでいいんですよ。でそれ以外のね、いやショートは子供っぽいなとかね、いやロングはちょっとだらしないなとか、そういう個人の主観なんか必要ないんですよ。自分がそれがええと思ったらそれが一番いいんですよ。あスタイリッシュに見せようと思ったらね、ちょっと着丈短めにしたらいいし、まあ言うたってショーツ言うたって膝上ぐらいから、そんなめちゃくちゃベラボーに短くてね、こんなキワキワまで上がってるわけじゃないからいけるし、でロングで安心したい履けたいっていう人はそれがそれでいいんですよ。あのよくこのバギーズショーツ出したらいつもね、ショーツはキモいとかね、子供っぽいとか出てきて、ロングはロングでね、なんかちょっとダサいとか出てくるけど、そんな個人の主観聞いてないっていう話なんですけど、そんなこと書いてる人いてるんですよね。そんなこと書いたって1円にもならへんな、何してんのかなと思うんですけども、個人の自由、もうそれは履きたいものを履けということになっておりますので、まあこの辺でね今日は終わりたいなと思います。ということで本日はですね、バギーズショーツの新カラーをね紹介してみたという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。